どうだね、うちの娘はバカすぎて困るだろう。まったく、なぜうちの家系からあんなバカが生まれたのか不思議でならんよ。昔からあの通りの出来損ないでね、見た目まで頭が悪そうになりよって。雪村君、神楽の先生、人は優秀だと言われれば優秀になり、バカだと言われ続けると本当にバカになるのです。何が言いたいんだね、雪村君。貴様のその言動があの女の優秀さを潰していると言っているんだ。口の聞き方に気をつけろ。なんだし、自分だっていつもバカバカ言ってんじゃん。